はい、ご視聴ありがとうございます。1週間のご無沙汰でした。毎週水曜日恒例の山本修五郎作品コメント紹介のスタートでございます。5月26日、もうすっかり初夏といった感じで、今週はま2、あ、箱雨も含めまして、結構雨が降ったり風が吹いたりし、 まあその中でもだんだん気温の方はもう暑いというような、まあ、時間もだんだん増えてきまして、まあ、我が家ではとうとう扇風機回し始めましたというような1週間でしたけれども皆様いかがお過ごしでしょうかだんだん梅雨に向かってじっとじっと暑い日が増えていくかと思います、えー、コロナの方もまだまだ新型も出たりして 余談を許さなないような状況ですがまあ私の朝晩はもうこのところ緑一色になった赤をですねえいつも話題にする農園ではナストウモロコシトマトなどがもうどんどんすくすくと日々育っていく様子が見えてとても楽しみです。そそれからのの農園のちょっと先には 私の住んでいる杉並区練馬区は割と緑が非常に多く残っているんですけれども森林公園があったりそれからお寺の森があったりしてこの季節ちょっと汗ばむ肌にその緑の風ですね、まあ、木々の間を抜けてくる風が本当に気持ちよくてこの風の気持ちよさは一、まあ、年を通じてこの時期が特に、まあ、感じる心よさですね。まあ、花の春は、 過ぎていくわけですが、これから緑の夏、日差しもそこそこ良い頃合いでまさにつ月晴れそんな天候を楽しむことができる毎日ですそれでは前置きはこのくらいにしまして早速最初のコーナー先週のこの番組へのコメント5月19日分からのご紹介になります。 ありがとうございましたまだまだ先行き不安な日々が続きそうではありますが嘆いたとて好転するはずもなくおうち時間を楽しもうと感謝しながら朗読視聴増える今日この頃です週五郎作品の魅力的なタイトル名の一つとして梅雨の出来事も挙げられるかと思います後半だけでも十分まさにいつの間に とはという内容でしたが多くのリスナーの皆さんの思いを分かち得たのでは初夜でしょう高評価低評価ともに多い理由の一つでしょうか題名とは裏腹な冒頭の切迫したシーンとのギャップが多くの人を魅了しました「豪で反省改革に挑んだ友を無駄死にさせたくなく銃で救った」 主人公、素晴らしい男同士の友情を見守る妻そして最後には感動的な書屋がありました「やっぱり文学って良いですねいつでもどこでも何度でも聴ける YouTube 朗読は最高です」「いつも素敵な朗読で癒していただきありがとうございますこれからもずっと応援しています」というコメントをいただきましたどうもありがとうございます。 そうですね、YouTube 朗読の良さっていうのはいろいろ上げることができると思うんですけれども、まあ、何よりも、まあ、身近に聞けること、と、ま、し、あ、しかもも無料で、で、ま、で、あ、何度でも繰り返し聞けるここすね。まあ、これに関してだけ言うと世の中どこまで、まあ、便利になるんだろうっていう感じで昔はなかなかこういう朗読ものというのはテレビでもラジオでも少なくて。 まあ、図書館で借りたり買うとものすごく高いので私はよくカセットテープをですね御徒町のデパートの脇でまあ、夜店みたいな感じで1本500円とかで、まあ、講談浪曲落語などの廉価版が売っていたので御徒町でよく買った覚えがありましたけれどもどうやら最近はそのカセットテープももう なくなっているようですねそれからタイトルで挙げていただいた梅雨の出来事も初恋も本当にまあ、よくまとまったいい作品でそして反応も非常に多くの方にいた,いただいていい反応をいただいている素敵な作品ですねありがとうございますまあ、この梅雨の出来事はまだ半分しか見つかっていなくてもう半分がどこかに残っているかというような 作品だそうですけれどもこれからスタートするし新しいシリーズの「一肌の物語」というのもこれもまた未抵抗作品でこれは明らかにまだ3分の1しか書かれていないところで筆が止まったまま発表もされなかったという作品なんですがその3分の1だけでもその面白さが伝わると思いますのでこれから新しくスタートさせていただきます。 はい、コメントありがとうございます。先週5月19日にいただいたコメント、もう一つ、えー、コメント紹介ありがとうございます。いつものようにゆったりと聞き入ってしまいました。皆様のコメント素晴らしい。ということで、この後続くんですが、非公開ということですので、私だけ読ませていただきます。どうもコメントありがとうございます。それでは続きまして、次のコーナーで、 ベスト10ですねこちらは過去28日間4月27日から5月24日までの1ヶ月の間で多くの方が視聴した作品を10位からお知らせしていますまず10位いからぬけいのすけ9位なだれ8位おみつかんざし7位やぶおとし そして6位がキー。怪談師。そして5位がやまびこを止め、4位がおたは嫌いだ。そして3位が荒法師2位が月の松山。そして。1位が怒る慎一郎という風になっております。いずれもここ最近4月後半から5月にかけて。 アップしたばかりの新作ずらりと10位まで揃いました1位が「怒る真一郎」2位が「月の松山」3位が「荒芳士」4位が「おたは嫌いだ」5位が「やまびことめ6位が「キー怪談寺」7位が「やぶ落とし」8位が「おみつかんざし」9位が「なだれ」10位が「 怒らぬ慶之助となっておりますえそれでは引き続きましてイサナチャンネルの方のベスト10です10位が西本寺慶之介9位が牛8位が三乱れ日記7位が半之助修言その8回目6位が嫁京修言そして5位には 山本修五郎作品ではなく、岡本喜動作品の半七。鳥物町より、二人女房が五位に入っております。そして、四位が東次郎の恋、三位が豪傑・バヤリ、二位が残刊必殺人。そして、イサナチャンネルの第一位は、宗近新八郎となっております。 1>, 1位の宗近新八郎は5月ににごく々読んだばかりの作品ですそれから7位に入っております「半之助祝言」はこれは最終回の8回目が7位に入っているんですけれどもその後総集編で全文朗読のものをアップしておりますので次回あたりは、まあ、変わってそちらの方が入ってくるかなと思っております。 虚空編歴、こちらが80回を超えまして、約半分が終わり、後半の盛り上がりの方に入ってきております。それから同じく長編連載で、名はエゴ読みこちらは30回を超えまして、まだ前半の途中というところ、これからかなり長く続く長編でございます。まあ、イサナチャンネルのメインは、この長編2つなんですけれども、 こちらのチャンネルではそのほかにも谷崎潤一郎の「白昼記号、このシリーズが12回で完結しておりますそれから菊池寛の「真珠夫人」これは長い作品ですがスタートしたばかりですのでこれからどんどん盛り上がっていくかと思います。他にも夏目漱石の「甲府」ウェールズの「透明人間」 ジュール・ベルヌの十五少年などなどの新しいヒリーズも継続中です。以上、イサナチャンネルのベスト10とご報告でした。それでは再びイグサチャンネルに戻りまして、今度は各作品ごとのコメントをご紹介したいと思います。はい、それではまず最初の作品は、千代神安ドンという作品へのコメントです。 騙すつもりが騙すことができなくなってしまった大好きであった姉に似たこの娘をどうしても騙すことはできようか助次郎は仲間を裏切ってまで奈美を守りたかった奈美は熱い思いと別れを告げる曲として千鳥の曲を奏でるのだった奈美を愛した助次郎助次郎を愛した奈美しかし2人が 結ばれることはないこれでいいんだこれでいいんだと何とも切ないが読者もこれでいいんだと思われるだろう素晴らしい朗読に感謝いたしますというコメントいただきましたどうもありがとうございます、えー、幼い日の思い出兄弟姉妹家族への思い出、まあ、正義感そしてこの音楽の使い方などなど 周五郎作品の魅力が満載されたこの作品、千代神安藤とてもいい、まあ、しっとりとした作品だと思います。私も大好きです。コメントどうもありがとうございます。えー、続きましては、えー、立派な物語、コメントです。赤ん坊が生まれた時の常人と異なる様々は、その赤ん坊について釈迦や キリストなどのように超人であると語られる話は古今東西あまた残されているどのような展開に結ばれていくのか未完であるとのこと残念で仕方がないというコメントいただきましたありがとうございますこの作品一般もの物語はま周五郎得意の滑稽者としてまあ、書き出されているんですけれども これかからどのようにに展開ししていくか本当に楽しみですこれはもともと後に研究家として知られる木村邦則さんが自分で書いた、ま、ストーリーを見せたところ自分ならこう書くというふうに言い出して、ま、山本周五郎本人が約3分の1まで書いたところで止めてそのままになってしまった作品だそうです。 解説によるとそれでも十分面白さは伝わるのではないかというふうに、まあ、木村邦則さんは解説されていますこの後数回続きますのでぜひご視聴ください一派なもの物語でしたコメントありがとうございます、えー、続きましての作品は彦左衛門外記四十三回へのコメントです作中にある外から 土蔵破りする方法、抜け穴を掘るというのはひょっとしてゴーリーキー作、秋のの一夜のことでしょうか。それにしてもこの抜け穴の話だけで丸々一生が費やされてしまいました。というコメントでしたこの彦左衛門外記はですねもうかなり後半も後半大詰めの方に来ているんですけれども。 こちらの作品もユーモアたっぷりで滑稽味豊かに行ったり来たり進むわけなんですがなかなか進まない時も多々ありまして非常にこう脱線しながら曲がりながら進むということで特にこの「43回」という回は、まあ、閉じ込められた主人公が何とかしてそこから抜け出そうとするその時の話である話によるとというふうにこの抜け穴を掘って で、まあ、原作ではその中に侵入するという話が引かれてあるんですけどもその転機は載せてありませんがあるいはこれはゴーリキーの秋の一夜のド場面のことではないでしょうかというコメントですねそしてこの章は約まあ、10分あるんですけれどもほぼこの抜け穴の話だけで終わってしまうというと大胆な構成になっていました そして余談になりますけれどもこの大久保彦左衛門のまあことを伝説混じりで描きました立川文庫ですねこれは文字では「立川文庫」と書いてよく立川文庫と言われているようですが実際には立川,立川文庫といいううのが正しいそうですこの立川文庫の方にある「大久保彦左衛門諸国万有記 というタイトルであるんですけれどもこちらの方も朗読スタートいたしましたこの作品との相乗効果かもしれませんけれどもかなりたくさんご視聴いただいているようですのでこれから張り切って朗読していきたいと思います達川文庫のシリーズは他にも、まあ、真田十佑氏とか約200あるそうですのでこれからも いくつか読んでいきたいと思っていますはいということで彦左衛門外記へのコメントでしたありがとうございますそれでは続きまして、えー、畜生谷という作品へのコメントです重厚な物語に引きつけられて5時間ぶっ通し拝聴すごいことだこれからおやすみなさいというコメントをいただきましてありがとうございます この畜生谷という作品も、まあ、中編ですが非常に長い作品そして内容的にも非常に引き付けられるところの多いいい作品ですねそして5時間ですかどうもお疲れ様でしたゆっくりお休みくださいありがとうございます続きましての作品は修行祈願修行祈願祈願でしょうか ルビの方は気談になっていましたので、それに従っておりますが、コメントです。なんだかサブの国慶版のよう、実に女性の思いは恐るべし。侮るなかれ。ということで、まあ世間知らずの胃の中の蛙であったエイジがでしょうかね。エイジが、まあ、人生のいろいろな経験をして、 まあ成長していくという意味ではサブに通じるところもあるしあ強いばかりが偉いことではないぞといういつもの十五郎、まあこの系統はいろんな形でいろんなバリエーションで書かれているいわゆる修行物語ですけれどもその系譜もありそして何より素晴らしいのはこの女性ですね。そして意外ににも最後はななんとなく非常にこう ハッピーな気持ちになれるという素敵なエンディングが待っている作品ですね修行を来たという最近全部読み終えました作品ですがとてもいい作品ですありがとうございます、えー、次の作品は下柱という作品ですコメントです愛情いっぱいに育てた子がある日フランケンシュタインになっていたさあどうする 子育ての苦悩のすべてが詰まったようなそのまま現代に通じるようなというコメントをいただきましてありがとうございます、まあ、このコメントのフランケンシュタインになっていたという表現はちょっと独特ですが確かに怪物そして現代に通じる、まあ、とんでもない宝刀息子になってしまったわけなんですけれども、まあ、こういう人はシュンゴロの身近に まあ、いたことが伝わっていますしおたふくの中でもこういう宝刀物が出てきて周囲を困らせる、まあ、私自身の身近にもそういう話がちょっとあったんですけれども、まあ、いつの時代でも、まあ、いろんな過程に起こりうる問題だと思うんですけれどもそれを、まあ、この下柱の中では周五郎らしい展開と解決を抱えて書き上げているようです。まあす きり爽やかというふうにはいかないんですけれども異常なまあ、重さを持ったまあ、情愛に満ちた短編小説ですね霜柱という作品ですコメントありがとうございます同じ霜柱へのコメントも一ついただいています周五郎先生は霜の使い方がお上手ですね雪の上の霜、常駐の霜そして外からではない 地中の水分でできる霜柱とは、なんと切なく重い言葉無償の愛とは「雨の与え方無知の使い方加減の難しさこの愛しさは皆同じはずなのに自らの子育てを振り返りながらしみじみと聞かせていただきました」というコメントをいただきました。ありがとうございます。そそうう、ですね、そう 言われてみれば霜のつくタイトルの作品多いですね。そして霜柱。最近はどうでしょうなかなか霜柱のある道というのは、まあ、最近といっても今はもちろん時期ではないんですけども冬場でも昔はよく舗装していないそして水はけの悪いようなところに霜柱があってそれをサクサク踏みながら、まあ、小学校へ行った。 思い出が私にもありますけれども、あるいは都会のお子さんたちは下柱って知らないかもしれないですね。なんとなく教習を誘う言葉です。下柱という作品にコメント他にもいただいています。どうもありがとうございます。血縁の父と息子の間で完結されたことは、結果として最善であったかと思われるが、ともぐいのような、タコが自分の足を食するような 情けない残酷ささも思わされる血縁のないつながりに血縁以上の愛情が育つこともまた知らされる。というコメントですありがとうございます。えー、それからこれは山本周五郎作品ではなく吉川英治作品ですが「茶漬三略」「光秀と秀吉」という作品へのコメントです。敵を欺くにはまず味方から 胸の内は何人にもけどられぬように周囲の状況は刻一刻変化してゆくピントがずれないように己の心のチャンネルのボリュームを日々微調整しながら遠い目的に狙いを定めて絞り込んでゆく光秀は博学多彩で聡明な人物ではあったが育ちゆえかにじみ出るオーラを隠せなかった。秀吉は、 教養というものに渇き、し,し憧れていることを隠さなかった対信長の関係において重要な事柄であったと思われてならないというコメントをいただきましたどうもありがとうございます。この茶漬三略という作品は、まあ、吉川英治先生大得意のいわゆる太閤記者秀吉者の、まあ、スピンオフ作品のような 一人の侍が秀吉との出会い光秀との出会いそして二人の間でというまあ長大な対抗期の物語を短くまとめ上げたそういう意味で非常に魅力的な作品でそして随所にうまいなと思わせるところがたくさん散りばめてあるいい作品ですね。まあ、現在約半分 次ましてこれから後半にかかっていくところなんですが間もなく本のうちの編を迎えて二人が敵対することになるという場面にかかるところです。茶漬け三略というちょっと変わったタイトルですけれども、まあ、吉川栄治作品としてご紹介しておきます。これは江戸川乱歩作「黒トカゲ」。 その前回がまあ、先日終了いたしまして読み切りとなりましたその最終回へのコメントです人生に勝ち負けなどあろうはずもなくいかに自分を納得させることができるかどうかでもあるもうそこにいるのは名探偵とあの一世を風靡した黒トカゲではなかった ただ、一人の男と女がいただけだと信じたい。本物の宝石、神は私たちそれぞれの心の中にあるんだよ。と、ランポは教えてくれた。予想はしていても、感動的な最終回でした。思い出に残る朗読、ありがとうございましたというコメントをいただきました。どうもありがとうございます。ああ今なお、人気の絶えない江戸川ランポの、まあ、数ある作品の中でも。 非常な人気作そして完成度も高いこのクロトカゲ、まあ、舞台になったりテレビなどでも繰り返しま取り上げられていろんな方が演じたりやはりこの明智探偵そしてそれに対するクロトカゲの非常に魅力的なキャラクターそしてまあ実際には犯罪というものはそういうものじゃないし 取り物というのもそういうううののももそではなく、実際の警察や探偵の方はもっともっといろんな地味な苦労もして報われないものだということもわかるし犯罪者もこんな、ま、素敵なところはないなと思うんですけれどもそれだけに、ま、現実離れをいい意味でしているもうある意味では全て読者を楽しませるためにいろんなことを、ま、作者を含めキャストたちがみんな まあ読者を楽しませてくれるためにいろんなことをまやっているんだなという思いで読むと、また違った作者の魅力というのが読めるのではないかというふうに思っています。そういう意味でとても楽しい物語でした。江戸川乱歩の黒トカゲ、コメントありがとうございます。ということで、黒トカゲは完結して、 終わってししままいましたけれども他にも「いぐさチャンネル」の方では谷崎潤一郎役による「源氏物語」スタンダールの「パルムの創印」まあ、吉川英治作品などなどを山本周五郎作品以外にもいろいろと朗読しております。また山本周五郎作品は「楽天旅日記」「彦左衛門外記などの長編もの そして短編ものもまだまだこれからいろいろと読んでいく予定ですまあコロナの方は5月にとどまらずさらに延長の声もあるようですので皆様十分にお気をつけいただいてまあお家でできる YouTube 視聴などで気持ちを変えていただいてお過ごしいただければと思いますまた季節の変わり目これから雨も増えていくかと思いますので ま、天候不順にもお気を付けいただいて、どうぞお健やかにお過ごしください。まあ、今回ご紹介した以外にもたくさんのコメントをいただいております。どうもありがとうございます。それではまた来週。